ですね、うちも打ったんですけどね、割とよく取りましたよね。そう、村山さんの投げたうちも打ったり、トイも取ったりっていうのね、そうですね、今の位置をご覧いただきます。やや風は逆風ではありますが、打った瞬間、入るか早かっていう感じの当たりでしたからね。入ったと思ったですね、さあここからです。あ、もう完全に入ってますよね、はい、ジャンプして左手でこう刺されてたやつですね。そうですね、もうどうですかチャンピオンの渡辺さん、今のプレーどうなってるか。プロですね。プロです、はい、そして打席は先ほどホームランをキャッチしたホワイト。そういえば7月の初めのこのね、3連戦の時にもホワイトの大ファインプレーがありましたので、はい、ありましたですね、はい、守備で気は良くなってるでしょう、ファイトですよね。やはり打ったホームランは初球を狙います。よくランナーは三塁へ行く、これは確保して第2が1塁ランナーを支えているところですが、それは引っかかりませんでした。ホワイトよく狙いませんね。ライジンというのは気分が良くなったら初球狙うとよくありますよね。まあこのホワイトはね、オールスター前からずっと調子上がってきてますからね。そうですね、それとこれもやはりチームバッティングかと思いますよね。佐藤さん、はい、一塁側ですね。安藤監督もね、今ジャイアンツで一番怖いのは誰かという話になった時に篠塚、そして松本の足、そしてこのホワイトと、この3人を挙げたわけなんです。やっぱり、特にホワイトは左でも右でもコンスタントに打つし、そして長打力もあるし、夏場強いからなという話しておりました。なるほどね、そんなことも気にしながら勝田のそのね、恩人指導者を見ているようですが、確かに格好からして変わってきますもんね。そうですね、そういうオイスの場合は、この角度から見てますからね。さてホワイトです。その中またフォアボールが歩きまして、ワンアウトランナーが二塁一塁。先ほどの打席ではライトへ初球を持っていきました。今度は球筋を見ておりました。ノーツー。ちょっと増山の前か、もう一つですね。やはりね、第一打席でライト前打たれてますからね、そういうのでちょっとやはり意識してますからね、それとこの場面でこのファイトの場合は右に打つというよりかやっぱり狙ってるんでしょうね、強打じゃなくてね。そのところ6球続けたボール、長々にそしてこのホワイトにトータル6球続けてボールを投げております。増山ノートゥーですので、ここはストライクを取りこなきゃいけませんが、何できますか。三遊間下目でございます。ランナー2塁を蹴ってから三塁を蹴った花、あれ忘れた、なかなかです。三塁間に捕まりまして結局アウト。これは掛布の後半なんですね。そうですね、やっぱり中畑もよく見てくれない感じですね。そうですね、それはありますよね。今のはね、でも今の球であればフォームをひょっとしたらアウトかもかりますね。ヘッドスプレーになってくるかもかりますね。そう、いい球返ってきましたからね。これでまさか中畑カットするとはという気持ちがあったんじゃないかと思いますね。そうですね、ダイレクトでも来ていたコースではありますね、厳しいところですがね。